はい、えー、今回はね、自己アフィリエイトの最大手といえば、やっぱり上場企業 a 8ネットですよね。私もここからね、何百万いただいたかわかりません。さあ、それでは自己アフィリエイトの方法を解説します。アカウントを作ってログインすると、この画面になるんですね。で、えー、セルフバックっていうところが光ってますよね、右上に。こちらをちょっとクリックしましょう。そうすると、自己アフィリエイト専用のページになります。このページから、 アクセスするところは全部自己アフィリエイトで、どの案件をやってもお金が戻ってきます。で、代表的なのが、今あ、プロモーションしているね、右の方にあるのがルンバって書いてますけども、こちらとか、あとこれ見てください。えー、三井住友カードを作ると最大3万円もらえますよとか、これもうすでに私もらってますね。で、講、えー、座開設すると4万円もらえますよと、最短で即日。はい、このカードを作ると、なんと、2万3500円とかね。 いろいろ金額が踊ってますね。うん。まあ、例えばですね、この FX 新規講座キャンペーンがありますね。これをクリックしてみます。そうすると、FX 新規講座解説キャンペーン。ね、そう書いてますよね。講座を作ると4万円もらえるという。なんということでしょう。儲かっちゃいますね。FX の講座解説ってやっぱりね、こうやってインセンティブ大きいんですよ。特に6月30日までに、 通常は2万のところ4万になってますから、まあ申し込むなら今かなっていうところでございます。で、えっ、ー、と、成果条件とか見ていただければわかるんですけども、まあもうやり慣れた人にとってみたらね、いつものことかって感じでございます。えー、例えばこう書いてます。この講座解説は申し込んだ後に90日以内に10万円を入金してくださいと。そして、 トラリピ注文による新規成立60万通貨以上って書いてますよね。何のことかわからない方はこの辺でなんか怖そうだなと思っちゃいますけども、実際はそんな難しくありません。ただ、多少ですね、FX の知識があります。例えば、トラリピってなんだっていうこととか、60万通貨ってなんだってことなんですよね。ちょっとこれがわかんないと、二の足を踏んじゃうところがあると思います。まあ私はね、FX を結構やってるんで、どうってことないんですけどもね。まあでも、 ちょっとどういうことか分かんないなって方は、これは後回しにした方がいいと思います。報酬はね、確かに高いんですけどもね。先に簡単に儲かるやつからやっていきましょう。ということで、えっ、ー、と、そのすぐ左に3万円ってありますんで、こちらの方をクリックしてみます。はい。えー、これね、すごいですよね。これ、A8 ネットのセルフバックを通じてやると、1万円の追加ボーナス報酬ということで、報酬高くなってるんですよ。セルフバックでお得に発行、新規カード発行と、 申し込み時、使用者、パートナーカード、追加申し込みで1万3000円。つまり、これは1万3000円もらえた上に1万円が追加されるってことですかね。うん。私の場合はね、これね、えっ、ー、と、2万3500円の報酬で作りました。ですんで、結構ね、これ、いいでしょ三井住友カード。だこれ両方作ればいいんじゃないですか三井住友カードビジネスオーナーズと三井住友カード。 両方作ったら2万円はもらえるってことになりますんでね。はい。あとね、詳細は読みながらやっていただきたいと思います。はい。2枚持ちでもっとお得ってことなんで、こちらの白いカードとこちらの緑のカード両方作って2万円ゲットっていうのがいいんじゃないですかね。はい。じゃあ戻ります。セルフバック何もね、カードばかりじゃないんですよ。えっと、ここにカテゴリーから選ぶってのがあるでしょ。うん。 その他ね、こうやっていろいろとチラチラ目立つようにしてくれてます。LINE クレカとかね。やっぱクレジットカードが多いですね。PayPay カードとか。で、クレジットカード、それから FX の講座解説、えー、オンラインセミナーの参加、みたいな感じで今、単価の大きくて簡単なやつが並んでます。あとはこういう風にね、化粧品を買うと10%バック、20%バックってやつもあるんですけども、これは単純に割引して買い物ができるっていう感覚ですね。 もちろんね、買い物して届いた商品をなんかメルカリに売るみたいなことやってる人がいるみたいですけども、これはあんまりおすすめできません。えというのは利用規約に反するんですよ。あくまでお得に買っていただいて使っていただくっていうのが、この商品を作ってる方々の趣旨ですからね。使いもせずに転売っていうのはね、あんまりやられたくないですからね。はい。え、ここにね、なんかマニアックなのがあります。プロミスのカードを作ると5000円あげますよってやつですね。 実はこれ私の頃は3万円だったんですけども、今報酬がかなりね、絞られてきて、プロミスカードは今5000円になってますね。うん、はい。で、えっ、ー、と、クレジットカード、ランキング、特集、マイページってありますけども、このランキングで見てみましょうか。ランキングで見ると、こんな感じで、えっ、ー、と、お得なやつからね、教えてくれます。これ、dmm.com。多分史上最強ですよね。4万円もらえますから、これずっと4万円なんですよ。 ですんで、FX の講座解説になれると、本当にね、すぐに10万、20万、30万なんですよね。えー、次です。競輪投票サイトを、まあ、作ると、1850円。LINE クレカで、4400円。っていう感じで、クレジットカードが並んでますね。で、クレジットカードは、あんまり付き過ぎないようにしてください。大体目安として、半年に3枚です。2ヶ月に1枚。 あんまり作りすぎると申し込みブラックってことでこの人カードの報酬欲しさに申し込むばっかりだっていうふうになっちゃうんですよそうなると一定期間おおむね半年ですけども全てのクレジットカードを作れなくなりますんでねご注意くださいあ、Unext っていう動画配信サービスあるじゃないですかあれの31日無料トライアルもちろん1ヶ月なんですけど無料で使えるんですけどもここから申し込むと無料の上に1665円もらえますよっていうプランになってます で、こういったね、あの、動画サイトも、ネットフリックスはじめ、申し込んでみたらいいんじゃないですかね。セルフバックを通じて、もしくは、モッピーっていうポイントサイトがありますけども、ああいうのを通じて申し込むと、実はね、無料じゃなくって、お金あげるから、見てくださいみたいになるんですよ。最初の1ヶ月だけね。結構お得でございます。はい、その他まだまだお得な案件、続いてますね。この、桜のレンタルサーバーっていうのもね、なかなかいいんじゃないですか。うん。 まいろいろありますね、本当に。ね、このカード。まあカードが多いですね、今ね。えっ、ー、と、投資運用の3800円っていうのもありますね。うん、はい。まあこのようにね、1日1件でいいからやってみると、いつの間にかたくさんなります。1日にね、たくさんやるとね、疲れちゃいますんで、<laughs> 1日に1個、だいたい30分くらいを自己アフィエティに使うんだっていうふうな目安でやると、飽きずにずっとできるんじゃないかなと思います。じゃあ、あもしね、 この A8net のセルフバックやってみようかなと思ったら動画概要欄に、まあ、私の紹介リンクで申し訳ないですけども貼っときますのでそこから A8net のアカウントを作ってみてください。えー、それでは今日は以上です。